カーター・ルイス・キャップスは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州、レノア軍・キンストン出身の元プロ野球選手。ウトウミギウノースルノアル高等学校時代は2番手保守だった。マウント・オリーブ大学入学後に当初に転校し、アメリカ大学野球選抜に対し3回後、脱三振の活躍を見せた。2013年4月2日2011年の MLB ドラフト3巡目で、 シアトルマリナーズから指名され、8月9日に入団。A 級クリントンナンバーキングスで先発として4試合に登板した。2012年は A 級ジャクソンジェネラルズで抑えとしてプレーし、38試合に登板して防御率1.26、19セーブを記録した。その後トリプル A 級タコマレーニアーズで1試合に登板し、 7月31日にメジャーに初昇格。8月3日のニューヨークヤンキース戦に初登板した。同年のサザンリーグにおけるベストリリーフに選ばれた。2013年12月11日にローガン・モリソンとのトレードでマイアミ・マーリンズに移籍したことが報道され、12月13日に球団が発表した。2014年3月25日に 参加のトリプル A 級ニューオーリンズゼイファーズへ配属され、そのまま開幕を迎えた。開幕後はトリプル A 級ニューオーリンズで7試合に登板し、防御率1.64と高騰。リリーフを務めていたアルキメデスカミネイロの不調もあり、4月23日にメジャーへ昇格。昇格後は9試合に登板していたが、5月27日に右肘の故障で15日間の故障者リスト入りした。 6月4日に60日間の故障者リストへ移動した。2015年は30試合にリリーフ登板し、防御率1.16ホイップ0.81という素晴らしい数字をマーク。31.0イニングで7死球に止めた一方、とてつもないペースで三振を奪って、脱三振率16.8という数字を記録。ピッチングフォームの話題性も、相まって一躍。 ブレイクイヤーとなった。2016年のスプリングトレーニング中に、右ヒーちのトミー・ジョン手術を受けた。2016年7月29日にアンドリュー・キャッシュナー、コリン・レア、タイロン・ゲレーロとのトレードで、ジャレット・コザート、ルイス・カス・ティーヨジョシュ・ネーラーと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。この年は60日間の故障者リストに入ったまま、シーズンを終えた。 2017年は2年ぶりにメジャーに復帰し、11試合に登板して、防御率6.577脱三振の成績を残した。2018年3月26日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級エルパソチワワズへ配属された。最速101.2マイルパーワーのフォーシームと80マイルパーワー前半のナックルカーブ。 8 0アワー中盤のスライダーを投げ、高い脱三振率を誇る。また、独特なモーションにより投球中に軸足でジャンプするようにして、ホームベースまでの距離を稼ぐため、反則投球ではないかと物議を醸したが、MLB 機構より正式に認められた。このようにして、他の投手よりリリースポイントが前にあるため、2015年は、速球の平均の体感速度が、 アロルディス・チャップマンを超え、両リーング1位であった。しかし、この投げ方は2017年に、ルールが改正され不正投球とみなされることになった。デビュー以来脱参心率は、毎年10を超えている一方で良し9が多いことが、課題であったが、年々改善されている。ありがとうございます。